あら、いらっしゃい田中くん。今日もゆいの正指導ご苦労様。でもごめんなさい、あの子今出かけてるのよ。ああ、いえ、今日は別件でして、お母さんにお願いがあるんです。私？あ、もしかしてユイが何かご迷惑かけちゃった？いえいえ、娘さんは優秀ですよ。あら、じゃあなんだろう。いや、何、大したことじゃありませんよ。へえ、ここがご夫婦の寝室ですか。ごめんなさいね、私もうっかりしてたわ。娘の指導のために母親の体の具合を確かめるなんて常識だもの。私のおまんこに生ハム種付けもしてないんじゃ、ユイの指導にも限界があるわよね。助かります。田中はじめくんだったわね。あなた、レーナとはどういう関係なのかしら？もし付き合ってるのだとしたら、レーナ、あなた随分と男の趣味が悪くなったわね。ちょっとママ、失礼じゃん！何か誤解されてるようですね、お母さん。僕は娘さんに性指導を行ってるだけですよ。性指導？あれ、ご存じないですか？思春期の学生に行う性行為の指導ですよ。はあ？何こいつ、頭がおかしいの？レイナさんの将来のためにおまんこの使い方を教えてあげてるだけじゃないですか。あなたね、ふざけるのも大概にしなさい。大人をバカにして、今すぐご両親の連絡先を。なんだ、性指導員だったの。そうならそうと早く言いなさい。セックスしてるのかと思ってしまったじゃない。そっちが話を聞かなかったんじゃん。行こう、はじめ。待ちなさい。確か母親には性指導員の能力を確かめる権利があったわよね。悪いけどテストさせてもらうわよ。はぁ、何言ってんの。あなたは黙ってなさい。怪しい、この男、根拠はないけれどなぜか疑わないといけないような気がするわ。わかりました、指導員としての僕の能力を証明すればいいんですね。